今日までに学科教習を終わらせないといけないので、だからめちゃくちゃ忙しいってわけではないですけど、なんか頭の中には一生ミッションが残ってる感覚です。睡眠9時10時はこんにちはなのかなって。9時はおはようやねんけどな、私的には。10時もおはようやねんけどな、神谷大美香的にはね。ムロキックさんこんにちは。建設系なら10時の休憩あるし。あ、そうなんや。そういうのがないからな、仕事上なんか、決まった休憩とかがないから、いつがおはようでいつがこんにちはとかわかんない。あ、今日はですね、おたるてまさん、この配信が終わったら次は8時半から、そして最後に23時40分からの2回残ってます。よかったら来てください。お星様だけでもね、投げに来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。会場は四ツ谷三丁目駅よりすぐの四ツ谷ローツだそうです。みんな貯金さん無料で見れるって。ルーカスナイス、ありがとうございます。シンギングキャットありがとうございます。にゃーにゃーにゃー、ありがとうございます。ルーカスファンダベマップありがとうございます。嬉しい、ありがとう、助かる。8時と23時、24時間と MPM が混ざっとる。20時半と23時40分ですね。その時間は東新宿にいるな。22時と3時に休憩挟む。へぇー。誰でもさん、暇なんですか今日は。じゃあもう来てもらおう。来てもらおうと、そして。あと13分時計を見ております。皆さんお星様とカウント全員よろしくお願いいたします。イベント中なのでね、よかったらね、カウントだけでもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願い申し上げます。何回も言ってんけどな、今日はめっちゃ寝たのにめちゃくちゃ眠たいっていうか、体は眠たくはないんですけど、頭が眠たいっていうか、目の奥が眠たい、目が重たいです。なんでやろうな。でも8時間寝てるんですよ。だからこれ以上逆に寝たらあかんから、おかしい、疲れてるのかな。この前朗読劇をやった近すぐ近くだって。おー、なるほど、わかりやすい、迷子になりにくい。すごい、ずっとこの曲がずっと流れてる。伸びー顔近い顔近い。今日もうちょっとで家を出るんですけど、夜お昼ご飯のタイミングを悩んでますね。今食べていくのか、帰ってくるまで我慢するのか、迷いどころ、超迷いどころ。うん、どうしようかなってとこですね。そして何を食べるかも全く決まっておらん。
10時半やもんな、まだ10時半ですよ、皆さん。今日一日始まったばっかりです。さっちゃんさん、こんにちは。まあ、冷たいおうどんいいですね。で、今度東京で泊まるホテルがうどん食べ放題らしくて、カレーとうどん食べ放題みたいななんかところに泊まるんですけど、それカレーうどんにして食べれるくないと思ってめっちゃワクワクしてます、今から単純。山助さん、バーレバップネスです、ありがとうございます。めっちゃ唇がカサカサなんですよ、上唇が。食べ放題らしいです、フロントにあっていつでも食べていいらしいですすごいですよね、そんなとこあるんやと思って。なんかドリンクバーがついてるところとかあるじゃないですか、そんな感じらしい。うん、この間ホテルで寝てたら朝起きたら唇カサカサやって、カサカサです今もずっと。ディアムーンで流れてた曲、どんなやつですか。もう今私の頭の中はファジーネーブルの匂いでしかないね。コロッケそば、コロッケそば食べたことないです、私。そんなんあるんですか、コロッケそば。美味しそう。最終完了、玉ねぎさんありがとうございます。コロッケそばのようなカレーパン、どういうこと。カレーパンの中に、あ、カレーパンそば、え、おそばの中にパンがパンみたいな。頑張ってください。食べたことない。なんかめっちゃ電波悪くない、画面がピカピカパチパチしている。ナムちゃんファンレベルです、ありがとうございます。ミヤちゃん休憩時間お疲れ様です。10時半、10時半から休憩時間かな。カレーパンをそばに乗せてる、やばい、カロリーすんごい。そんなんがあるんですね、美味しそうやけどさ。パンの中におそばが入ってる、それもそれと美味しそう。でもまあ味付け次第って感じですかね。おそばをおそばで食べて、おそばの良さってあのすっきりしてるからいいですからね。中身のカレーを溶かして食べてもよしだって。でもなんかさ、おそばの中のさ、あれもお出汁にカレーパンのカレー、カレーパンの中身のカレーだけ溶かしても絶対カレー負けるじゃないですか、少ないじゃん。どんな味になるんやろ、どこまで、美味しいんですか。いでまるもとひろさんこんにちは、毎度です、毎度毎度いろしょい、毎度毎度。今日もいい一日になりますように。パンの中にそば入ってないあくまでも富士そばなので、だってとかさ、残念。白玉さんこんにちは、あ、すごい、ここにいつもね白玉さんっていう方来てくださるので、白玉さん、初見の白玉さんに2人目白玉さんですめっちゃ多い、白玉さんかわいい。私お餅苦手なんですけどね。うんうんちぐいそば屋が作ったものなのよ、だって何なんだろうね、味付けなんか面白いもの欲しいな、あ、カレーパンぶち込んでみようぜみたいな。アイドル枠で配信してるの10人だけだって。私アイドル枠やったの忘れてたアイドル枠やったの忘れてた、私。そっかそっか、確かに確かに、そう言われてみればそうでしたわ。あと5分で配信終わっちゃいます。皆さん、お星様全部投げてくれましたでしょうか、カウントはもうお済みでしょうか。
よかったらねしていってください。ガチリベよろしくお願いします。1位2位さんはめちゃくちゃ上にいるんで、3位の私ちょっとでも2位の方にね近づきたいなと思っております。応援よろしくお願いいたします。ふん、ふんふん、わわわ。あ、チンジさんお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。なんでこんなに今日は目が重たいんやろうな、私不調や、不調、目が重たい。いっぱい寝たのに、なんか寝不足やったらわかるけど、そういうわけでもないから。いっぱい寝たのに。カレーパンを卵で閉じたカレーパン丼、へえ、面白い。そのカレーパンが売り物のカレーパンなんですかね。カレーパンも揚げるところから作ってるんかな。素朴な疑問。気になるね。目が疲れてるんか。ホットアイマスクとか。ああ待って、画面のハコチさんファイトスタンプありがとうございます。頑張ります。次の枠これそうにないので先に。だって優しい、ありがとうございます。本当に助かります。お優しさをいただきました、ありがとうございます。昨日のお昼は蕎麦屋でカツ丼だって。え、お蕎麦屋さんに行ってお蕎麦じゃないんですか。でも蕎麦屋のカツ丼美味しいって誰かが言ってた。食べたことないけど、蕎麦屋さんに行ったらお蕎麦しか食べないけど。昨日のお昼、あ、これだわ。あ、もうちょっとで配信終わっちゃいます。早いですね。じゃあランキングを先に読んでいきたいと思います。いきます。13位しんじさん、12位パーシバルさん、11位なべちゃん、10位たかさん、9位とりょうえずさん、8位ウーカメインの箱押しさん、7位かしもちみつぞうさん、6位山助さん、5位ゆうさん、4位玉ねぎさん、3位ホープ、2位ルーカス、そして1位はひかるくんでした。イエイ、ありがとうございました。イエイイエイ、ありがとうございます。皆様まだまだ2日まで、ちょっとだけ時間があります。まだ全然1位に行けるところにいると私は思っております。なのでね、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。蕎麦屋のカツ丼美味しいようだって。だしが効いてるやって。なるほど。え、お蕎麦屋さんにラーメンがあるんですか。それ見たことない。そうなんや、知らなかった。お蕎麦屋さんのラーメン、お蕎麦屋さんに、お蕎麦屋さんにうどんがあるのはよく見るけど、ラーメンあるの見ないな。まあ最終的なんでも美味しいんですけどね。そうなんですよ、なんでも美味しいんですよ。そっか、でもなるほど、知らないこともたくさんあるもんだなね。50にゃーん、ありがとうございます。山田亀吉さん、ありがとうございます。あと30秒ぐらいで配信終わります。じゃあ本日の残りの配信は次20時半から、そして最終枠が23時40分からとなっております。それまでに皆様お星様満タン貯めていただいていたら嬉しいなと思います。はい、7月2日まで残りまだもうちょっとだけありますのでね、頑張っていきたいなと思います。今夜これのずかさ待ってるね。ありがとうございました。ほなまたね、バイバイ。